本日の試合お疲れ様でした。今日の試合の感想をお願いします。まあ、点としては、まあ、大敗だったんですけど、まあ、内容としては、まあ、得るものあったんじゃないかなと思います。前半に、まあ、点を取られた後、まあ、後半に、最初1点を返すというのを決めました。その時の様子を振り返ってもらいたいと思います。まあ、相手のこぼれがいいところに来たんで、まあ、当てるだけって感じでした。今度の3位決定戦もまだ残ってますので、そこでもぜひゴールを期待したいと思います。ぜひ抱負をお願いします。まあ、どっちと戦うかはまだ分かんないんですけど、まあ、どちらと当たってもやっぱ3位は絶対狙って勝ちたいと思います。どうもありがとうございました。